田中真紀子はね、とにかくあんたに任せるわけ言って、な利益に絡まないとやったんだ。だからプッシュしたのは誰だということですよ。だからこのね、一番の問題である、要するにですね、その認可さえされなければ、この事件は起きなかったわけですよね。いや、でも認可したのは大阪府ですよ。あれじゃないですよ。文部科学省じゃないですよ。大阪府ですからね、認可。ですからそこを、なんで一番初めにやらないんですかって。追及をってこと、いや、もう散々パラだってしてるじゃないですか。だってそこは、橋本さんもあそこまで気が回らなかったっていうのと、その後、松井さんが、結局、ダメじゃないですか。その資金がないのに出したことについては、あれは間違ってたっていうことは認めてるじゃないですか。で、間違ってたことを認めてるから、取り消しに行こうとしたのに、籠池さんの方から自ら取り下げたから、その問題はもうなくなったんですよ。だから、都合が悪いのは間違いなく維新の会側なんで、だから、維新の会の子会の坂井康夫弁護士を使って、籠池さんにうまいこと言って自分で取り下げさせたっていうのが筋だと思いますけど、そこは間違ってないと思うんですけどね。最終的な許認可というのは大阪府ですか？大阪府ですよ。それはもうだって、もう誰が動画だったら大阪府じゃないですか。だって大阪府に許認可の取り下げに行ってるんですから。文科省は全然感知しないんですか？いや、そりゃそうでしょう。感知しないわけじゃないですけど、だって選挙のあれとしてじゃないですか。総務省が仕切っていても、例えば船橋の市長選は船橋市の選挙管理委員会が決定するわけですから、そのアドバイスはするにしても、その権限とかは全部地元ですから、その大阪府の私立小学校っていうのは、大阪府の、まあ、正確に言うと知事になって、教育委員会のどっかですよね。それはもう、文部科学省は全く関係ないと思いますけど。いや、それは違いますよ。平等ですよ。50-50です。ですから、さすがに平等という権限はないですから。平野さんと、はっきり言って。だって、犯行を押すのは一人でしょ。そうです、そうです。ということは、そこに文部科学大臣。犯行を押したのは、誰かと言ったら、はい、実はそれは田中真紀子さんじゃないんですよね。いや、ごめんなさい。学校の開くか開かないかは、都道府県の知事の判断じゃないんですか。そこは、堀田さんの認識聞いてると、すべて、小学校も、中央の文部科学大臣になるっていうことなんですか？らしいですよ。いや、らしいですよね。それめちゃくちゃ大事なことで、それはさすがにそんなことじゃないと思いますよ。だって、決定権っていうのは明確に決まってるわけですから。ですから、はい、沖縄に戻って、橋本さんからの歴代知事、それから平野博文さんを呼んで、ここに証人として呼んで、やったらいかがですかと私は提案しますけど。確認どうですか。また明日平野さんから電話かかってくるかもしれませんけど、さすがにちょっと平野さんにそれをなすりつけるっていうのは動機も何もないのね。いや、動機は十分ありますよ。いや、さすがにその程度の動機ではちょっと。だからこのように私が言った翌日に私の経済人に直接かかってきて、おいおい、許可をしたのは田中真紀子だよ、当時の文科大臣だよということを彼は言いましたけどね。いや、それはだってその時の大臣は田中真紀子さんですから、ね、それは平野博文さん全然関係ないじゃないですか。形式的にはですね。ですから、いや、だから認可した時にはまだ民主党を、当時は民主党政権、野田政権でしょ、はい、だからで平野さんが文部科学大臣になってたってこと違うんですよ。前の田中真紀子の前の文科大臣です。ですよね。だから田中真紀子さんの現役の時に許可出してるってことでしょ。そうです。だから大阪府から問い合わせがあって、別に口出しできる案件じゃないけど OK ですって言ったら過ぎないんじゃないですか。いや、口出しできてやってるんだから。田中真紀子はこの三大学、三短大ですか、それに忙しかったんで、あんたそんなのやってきなさいよということだから平野がやったんですよ。それさすがに、太田さん、権限をちゃんと勉強されないと、それは話通らないですよ。いや、権限というのは、だから、確かに日本においては、そのね、印鑑を使うということは大事ですけども、ね、あなたそんなにやっていいわいということを田中芽衣子が言ってたからです。ですから、
元々の一番の都道府県の小学校を開設するかどうかをわざわざ中央の官庁の大臣になって聞かないですよ。聞きます。それは本田さん聞くんだったら証拠持ってこないと。そんなんはもうちょっとあまりにも飛躍しすぎですよ。証拠はですね、私がこのように言ったら翌日すぐ平野がですね、おいおい担当責任者は田中真紀子だと言って、ですからとにかく基本的になぜ鴨池さんのところに降りたか、そこが一番の問題ですよ。それは維新じゃないですか、そこを鴨池さんに持っていくのがいい。だから赤井さんがお亡くなりになったというのは残念なんですけども。というか、鴨池さんの思想心情からしたら、民主党と組む必要性なんてゼロじゃないですか。だからそれを民主党が許認可の問題ですからね。だから許認可下して利益が出るのは平野さんをよく呼んでください。いや、まあ、ちょっとそのやっぱり動機がないことは無理ですよ。いや、動機はありますよ。だからその動機がその12区の応援に橋本さん来ないでくださいという動機であれば、それが本当の動機であればめちゃくちゃ軽い動機なんで、そこに利権なんかないじゃないですか。軽くないですよ。橋本さんはあの時に応援に来るか来ないかで勝負は決まったんですから。いや、だからその程度の動機で、この程度じゃないですよ。起きるか起きないかの問題です。いや、だから僕からしたらその程度だと思いますけどね。だって僕はそのように追及平野さんがそんなの権限ないんだもん、そもそも。権限はないけども、印鑑を押してパッと出るできたんです。それだって大阪府知事だから。それだったら何度も言いますけど、籠池さんは認可取り下げを大阪府と文部科学省に出さなきゃいけないっていう理屈になるじゃないですか、堀田さんの理屈言い出して。大阪府にしか持って行ってないでしょ。要するに、文科で許可が下りたら、それを大阪府に持って行ってるってことでしょ。じゃあ失礼します。すいません。ホッタ人生の言うことを待ってる。失敗してるでしょ。全然関係ない、これ。よかった。全然いいですよ。僕に友達も何でも聞いてください。つくねまじです。よろしくお願いします。2点ほど確認なんですけれども、本裁判のこれからの流れ、判決までのという点と、あと、これずっと見てきてるんですけれども、その司法っていうんですかね、裁判所ですよね。裁判所はその、やはりその既得権益というか、権力に対しての忖度をするような裁判だと思うんですよ。ね、はい、なのに大手メディアそういう話一切流しません。で今日来てるメディアの方もわずか、ということで、これ党の方で、これ僕の主観になってしまうんですけど、ね、党の方でこんなに大事な裁判なので、今まで そのお金も使わないという感覚じゃなくて、もっと PR をかけた方がいいんじゃないかっていうのが僕のと考えてる。まあ、当然判決の時にはもうメディアもバンバン書くので、まあ、そこにそれなりに、まあ、流れとしたら10月の7日に、まあ、その1個手前に国会期日があって、10月7日に論告求刑があるので、まあ、懲役何年っていうのを言ってくると思います。でその後最終的には判決が11月か、さっき言ったように12月中には出るかなと思います。その判決が出た時には相当全てのメディアが多分取り上げるとは思ってますけど。で僕はその今日涙が出てきたうちもまだこれ時間かかるなっていうのが一番あったんですよ。ああまだしんどい戦いしなきゃいけないやなっていうのは思いましたよ。今日の中でね、これまだこれ訴えていかなきゃいけないなって。だからそのまあ予告している通りね、弁護士法72条違反で認められないってなったら、もう裁判所から国民を守るとせざるを得なくて、ああそこに行かなきゃいけないのかな。でもまあ少なくとも今日の裁判官、まあ、裁判長はそういう、まあね、雰囲気では今とかなかったので、まあ、そこは本当にどうなんだろうとしか言いようがなくて、だからここで本当にユーザー、まあユーザーの内容にも理由にもよるでしょう。まあ、本当に
庶民の方を向いてない裁判所っていうのは追及していかざるを得ないとは思っているので、まあ例えば有罪判決が出ても衆議院選挙が終わっている可能性もあるので、そうすると、まあ、裁判所から国民を守る等にするっていうことも考えてはいますけどね。相当悔しい思いしてる人いっぱいいると思いますよ。そのまあ一昨日かな、秋元さんが言ってましたけど、まあ、秋元さんの場合はさすがにちょっとその1個の証拠で他いっぱいお金もらってるやんみたいなのがあるんですけど、ただ特に民事なんかはむちゃくちゃな判決書かれてる人ってこれまでいっぱいいると思うので、まあ、そういう意味では裁判所から国民を守るっていうのはまだ時間はかかるでしょうけど、結構インパクトはあるような気はしますけどね。はい、党首以外にも同じような思いをされているような方が今言われたようにいると思いますので、ぜひ党としてやはりもっと PR して、世の中の人に知らせてほしいなというのが僕の思いです。ありがとうございます。はい、まあ、選挙で戦うのが一番広がるんですよ。まあ、例えば YouTube で100万円出して広告打ちても僕が見ることもなく終わっちゃうんですよね。だから広告費ってびっくりするぐらい高いんですよ。だからやっぱり選挙で党名変えてアピールするのが一番まさにお安くつくかなとは思ってるけどね。それはもう筑根岡さんの思う通りでありますので、だからそういう意味じゃ弁護裁判所と戦うとなったら、多分戦うの僕だけじゃなくていつも裁判所前にいるおじさんとかも緊張してくれるでしょうし、これね、裁判所と戦うとなると僕数が少ないと思うんです。絶対数少ないと思うんですけど、ただ一人一人の怨念って半端ないんで、そういう意味では数は少なくてもすんごいエネルギーの活動にはなると思いますよ。だ そういう意味では本当に裁判所がその道を選ぶのかについては、今日は本当に一生懸命訴えた精神性、言葉だけじゃなくて心の思いもぶつけたつもりですけどね。他ありますか？野木君、最後聞いたら何かある部長した一人として。あ、カメラ部門です。まあ、警察の方がナミタンをどうしておったんだってすごく言ってたけど、はい、僕も同じくテレビ局にいた人間として、はい、撮るのが当たり前だと撮らなかったらジャーナリストじゃないですよっていうふうに思うんですよね。何、はい、のために使うかわからずとにかく撮ると、はい、その後で当初も今後使えるっていうふうに思ったっておっしゃってたので、はい、あそこのところで、うん、やっぱり検察というのはそういうふうな考えが全くなく、いろんなことを知らずに自分たちだけの外交をかけてくるんだなってちょっと思いました。あ、まあそうですね、はい、まさに取らないと怒られる世界ですね。そうです、あれは僕ら仕事で行って取らなかったら怒られますよね、はい、もう無能だって言われるようなことなので、はい、じゃあそういう当時のその今までのその歴史があっての結果の映像であって、はい、それを彼らはやっぱりその歴史を分からずにただ紋切りにこうだこうだって言ってくるところがやっぱり世の中のものだなってことを思いました。怖いと思うよ。これが20代30代でこんな裁判やってたらもう今頃ずっと泣いてると思うわ。もう精神的にそのついていかないと、今この年この年になってこの立場だからこうやって堂々としてられるし、もうイメージとしては別に刑務所みたいだけやろって、そんなそこでダイエットしたのはぐらいの開き直りがあるから耐えれるけど、これ世の中の人ってそうはならんと思う。なんかもう刑務所行くイコールもうこの世の終わりみたいな薄りつけをされてる人たちからするとまあねっていうのがあるから、本当にこれ怖いなっていうのはね思ってるけど、逆にそれをバネにやり返さざるを得ないと思ってるので、そこはもし不当な判決っていうことになれば、まあ、しっかりとやり返していくぞっていう思いは強く持ってる。最後は世論なんでね、うん、最後は世論なんで、その世論が響くようなところまでは地道に待つしかないので、まあ、冒頭言ったように僕はこうやって喋ってこれだけの人が集まってくれてることがすごいのよ。内部告発するときも誰も聞いてくれないし、2チャンネルで書いてるときも本当一部のしか見てないし、最初に選挙出て駅前で喋っても誰一人聞いてくれないから、俺悲しかったよ。自分の主張を聞いてもらえない悲しさってすごいものがあったので、
まあ、今こうやって傍聴席も埋まっていろんな人いるから、まあ、特にあって優秀な弁護士さんが味方についてくれてるので、まあ、そういう意味では非常に心強いですし、ただ時間はまだまだかかるなと思ったけど、でも時間かかるからまあやりがいもあるんだけどね、簡単に済むんだったらとは思ってます。羽田行きます。報道局の羽田行きますです。はい、まず、先ほども党名を変えるっていう話がちょっと出ましたけども、はい、今諸派党構想としてやってて、まあ、今回はあの今の党名でっていうことですが、はい、まあ、あのタイミングで みんなを党にするのか諸派党構想ない諸派党にするのかっていうような話が、まあ、以前からあったと思うんですけど、まあ、次の参議院選挙ではそちらの方向に行くんだろうなというふうにちょっと私はちょっと感じてたんですけど、今の話でいくと参議院選挙の時に行くっていうことはないですじゃない、あの名前っていうのはあの聞いて、ああなるほどそういうことそういう意思をしてるんだっていうのをアピールする大事なんですよね。で諸派党構想っていうのは国民全体にそんなに早急に普及させる必要性がないんですよ。だから選挙に出たいと思ってたら自動的に向こうから検索に来るんで、だから諸派党構想をしてるっていうことを透明でそこまでアピールすることはないっていう判断に至ってるんです。みんな諸派党構想って透明っていうのは透明だけが走っていくんですよね。だからせっかく透明を変えたり、まあ、アナウンスが言ってくれたりするので、その透明にインパクトがあるものでかつそれを全ての国民っていうかに伝えたいものにしとかなきゃいけない。だから諸派党って言っても選挙に出ようと思ってない人には一切響かないんですよ。だからこそ来年の参議院でその諸派党構想とか諸派党とかっていうことにすることはまず 99% ないっていうことが今回の党名変更で分かったんで、意味は変わりますいただく。みんなの党とかっていう、あ、だからそれは政権を本当に取りに行くときにはみんなの党にするでしょうけど、来年の参議院というのはもう絶対ありえないんで、だから次の本でも書きましたけども、政権を取りに行くときにはみんなの党になるとは思いますよ。なるほど、はい、それはもうみんなの党になって僕はもう完全に一線から引くので、はい、で、あと、今回の裁判の、まあ、判決が有罪なり、まあ、それが執行猶予がつくつかないんですよ、そういう方だった場合には、控訴するっていう考えで、これはもちろん控訴して最高裁まで争うことになると思います。それはもう僕が決めるというよりもやっぱり弁護士さん、これ例えば脅迫にしても全部前例がないんですよ、いわゆる判例が議員が議員に対してやってるんで、通常はこれ一般人だったらもう即アウトなんでしょうけど、だって国会とかこういうところでも文句言うと、お前こらとか言われてる中で片方が警察助けてって言ったら案件ないんですよ議論するのが議員同士なんで、そうするとこれが脅迫に当たるのかと、いわゆるぶっ壊すって言ったら、いやぶっ壊すって誰も物理的に壊すわけじゃないってなるじゃないですか、自民党ぶっ壊す、そんなこと言ったら自民党があの小泉さんに対して被害届出すかって話じゃないですか。だからその政治家としてのその何ていうその独特の何ていう表現がいいのかな、いわゆるその大げさに言うっていうか、それを言ってるだけでお前しばくぞとか言ってもそういうレベルの発言と見るのか、そうじゃないって見るのかっていうのは判例がないので、まあ、少なくともこれは最高裁まで争わざるを得ないのかな。もちろんこっち側が無罪になっても検察は控訴すると思うんですよ。で同じようにあの不正競争防止法に関してもおそらくこういう判例ってないと思うんですよね。まあ検察は NHK に対しての立場なんか恨みを晴らすためみたいな動機らしいんですけど、YouTube ではお金を取れないんで、取ってないんで、そういうことなんですけど、いやいやいや、俺コートの代表やからっていう、まあそもそもその気もないので、ね、これも、まあ、どっちの判決が出ても控訴審になる、まあ、高等裁判所での争いにはなると思いますけどね。いわゆる無罪であっても有罪であっても
あのさすがに地方裁判所の判断では済まないとは思います。判例がないからですね。ちょっと何の裁判だったか記憶がちょっと発揮しませんが、どっかの何かの裁判ではその地裁で負けてそのままで控訴しなかったっていうのが何かの裁判あったと思うんですけど、もちろんいっぱいあると思います、それは。あの、この件についてはもうとにかく最高裁まではきちんと争うっていう。そうですね、もともとその特に脅迫の件は間違いなく調べ相当調べてもらったんですけど、判例がないので、あの少なくともそれは最高裁の判例を作らないと逆にこれからも、別のまた事件で大変なので、それはあの少なくとも脅迫はやることにはなりますよね。わかりました、ありがとうございました、はい、そこは相当調べましたけど判例がなぜないんですよ。だからそういう意味では判決が年内か来年、11月か12月、遅くても1月には出るでしょうけど、そこから控訴ってなればまたそこから1年とかひょっとしたらかかるかもしれませんね。僕がやらなくていいって言っても弁護士さんがやっぱりあの状態になるとあれだけこう集中してやってくれてるので簡単には終わるわけにはいかないとは思います。他ありますか？全然疑問質問大丈夫、終わりましょうか。はい、じゃあすいません、緊急の会見終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。